ほう、やっぱりまだあんたらが出てくるか。印1個増えた。これに線が3が引かれるとやから、あと1個かな。 O0620T、 これもしかしてあれか。何もないの、偽物。あ、やばい、17はまずい。あ、まずいまずいまずい。あ、まずいまずいまずい。はい、皆さんこんばんは、ナイルブラボーと申します。リンバスカンパニーの実況プレイの続きやっていきたいと思いますと。さあ、前回はソードのな最後の姿を見届けて、ダンジョンのさらに奥へと進むっていうところで終わったのよな。で、結構先が長そうだから、できれば戦力を温存しながら戦っていきたいな。ほう、やっぱりまだあんたらが出てくるか。レベルも24。あ、1レベルだけ上がった。でも24なら何も問題ないのに、どうして不利なのシンクレア。他は勝てそうやんな。ニョンニョン出ろ。でもな、シンクレアはうちの火力メンバーやからな、出さへんわけにはいかないの。なら、あー、負けてるシンクレア。よし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 、よし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 、勝ってくれれば何でもいい。まあ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 、あ、1ラウンドで終わり。マジか。いや、拷問中の部屋に忍び込んでシンクレアが怒って行っちゃった。止めるべきか否か。いや、私は止めない。拷問を止めた方が絶対いい。で、拷問を止めると抵抗時にとある印を獲得。前回獲得した謎の印やな。ここでシンクレアにやらせればいいのか。シンクレア、あんた、あんた低いけど、いや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 、もうここはシンクレアを信じて任せましょうか。あぶねー、あぶねー。オッケー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 、とある印ゲットした。あぶねー。あ、戦闘発生、すべての敵に攻撃力減少5。これは負けへん、絶対負けへん。攻撃力減少5はもう何もできんのと一緒やからな。どう頑張っても負けへん。ノーマ、この段階で多分全員を混乱に持っていけたらいいんやけど、そう甘くはないか。せいせい、オーケービクトリー。よし、印1個増えた。これに線が3が引かれるとやから、あと1個かな。あと1個引かれたらなんかあるんでしょうね、これ。あ、ってことはこれもしかして戻ってこの辺のハテナこなした方がいいのか。関係なさそう。とりあえず成功。隠された道を発見。いやー、何あなた、気持ち悪い。 O0620T、 これもしかしてあれか。何もないの、偽物。進もうとする異端審問官。レベルは24。ちょっとだけ強い。スキル機械な瞳。いやー、これミミックの目よな。対象に5精神力ダメージ。はー、まずいな。中途半端な模倣。あ、やっぱそうや、やっぱそうや、何もないや。これ受けた攻撃を模倣して使用。使用時対象に10の精神力ダメージ。殻を直す。敵中時体力の最大値の 10% 回復。本能1を得る。本能、ターン終了時数値が4以上なら攻撃的になる。で、パッシブ、脈動する腕。ターン開始時本能の数だけ攻撃力増加と保護を得る。贅沢な能力やな。傷つけられた腕、攻撃ダメージを1以上受けると本能1を失う。あ、ってことは腕を攻撃して本能の値を下げていかなあかんねや。はい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 。からの回復、一ターンの間攻撃でダメージを受けなければ、ターン終了時に体力を 5% 回復し本能1を得る。ってことは腕と体両方に攻撃入れなあかんのか。狂気に満ちた瞳、本能が4以上ならスキルパターンが攻撃的に、4未満なら防御的になる。あ、なら今のこいつの状態は防御的な状態や。で、こっち本能4以上あるから攻撃も防御も4以上上がってスキルが攻撃的になってる。これか。骨爆発、体力を 10% 回復して次のターンに出血10を付与。うざ。でもヒースクリフなら勝てる。いやー、助かる。4から6対2から18、これは圧勝やろ。で、8対、5から17回、8から12、これも勝てる。で、5から25対7から17。まあ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 、ハズレ引かんかったら勝てるやろ。よしよしよし、いきな。よし、まずは勝つ。
やいじゃ、やいじゃ、やいじゃ、そしてやいじゃ。あー、負けちゃダメ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 。あー、やばい。いってー、すごい回復量とダメージ。おい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 、負けたあかんて、負けたあかんて。腕と殻に攻撃して相手の狂気本能を下げていかなあかんねんから。あぶねあぶねあぶね、本能はなくなったな。よし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 、ピュアポチ、よいしょよいしょ、せいせいで模倣される。混乱させろ、よし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 、混乱させたら相手の属性が全部脆弱に変わるから倒しやすくなると。よし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 、一体倒した。いや危なー、やっぱ何もないわ。兵にな、セスになっても危ないんやな。さすが元アレフアブノーマリティ、危ねー、首がだらがったよ。ビクトリー。倉庫の鍵、特定の場所で選択可能ってことはここかな。あ、宝箱じゃない。守護を強化する EGO を1つ獲得。2つ目は 50% の確率で振動強化ギフトを獲得。3つ目は出血。今は振動パーティー多いから振動にしましょうか。 50% だけど、あ、古い鍵を使って確実にゲットした。よかったー。他は問題ないか。そのまま先に住んでも良きか。じゃあ上の階に行きましょう。おお、なんだここ、気持ち悪い。よう、こんな場所でお前平気な顔して立ってるな。人間やんな、あんた中身。気持ち悪い。さっきのやつよりさらに状態が悪化したヤバいモンスターがおる。たたり神みたい。もののけ姫の。ちゃんと見てください。アブノーマリティじゃないです。印象が埋め込んでありますよ。エゴ侵食現象。はー。なるほどな。たまにシンクレアが鳴ってるやつを一般人が起こしちゃったんや。戦闘中メントルが揺れるときにそうなった気がするけど、まるで何かに食われるような感じがすると言いますか。むしゃむしゃと食べられるのとは次元が違いますが、本質が蝕まれるということを考慮すると悪くない表現です。そしてこの場所は先ほどの回と違い、擬態に拷問の実を施す場所ではなさそうです。自ら侵食を強行させる場所という言葉が妥当でしょう。ってことは自らやってんのあれを。バカじゃない。あー、やばいやばいやばい。いやー、これで戦うのか。四つ足の獣、もはや人ですらない。レベルは25、また1レベル上がった。スキル荒い引っかき、27の攻撃レベルで、あ、プラス1しかない。上昇レベルは低い。出血不要出血不要出血不要、それ以外はほとんどわからなくて、狂気な追撃マイナス10。ほう、次のターンに出血回数が6増加、次のターンに破裂回数が6増加。これは簡単にもらえない。で、気の立った警戒、回避レベル27。今んとこわかるのはそんだけか。で、パッシブ、あ、何もわからない。4から7。まあ、負けはしないでしょう。そうよな。で、0から16対3から13。これな。66増加するから負けたらあかんねんけどな。シンクレア大丈夫かな。フレハマ大きいからな。信じるで。はい。もうすましか。よし。まず1回。OK。OK。あー、回避が強い。でも振動回数プラス1。よし、ナイス。OK、OK、OK、OK。安定して倒せ。いやー、全然ダメージ入らへん。勝てー。うわ、よくやった。危ない危ない危ない。そう、振動レベルを前に持ってきて混乱させやすくしましょう。역시저는생각하지못하는방법을떠올리시는거。お前もパッシブ持ちか。しかも本能持ちかよ。膨張した攻撃性、非ダメージ時本能1を得る。ターン終了時本能4以上なら狂乱状態になる。狂乱、狂乱状態になると攻撃力増加、脆弱3を得てスキルパターンが変更、非ダメージ時本能が増えない。つまり狂乱状態の時は膨張した攻撃性の能力が発動しないってことやな。オッケーオッケー。で、本能11、攻撃力が3も上がってる。ふざけんなよ、これ勝てるか。信じましょう。はい、オッケー、ナイス、オーケー、ナイス。そう、コインさえ裏側なければだいぶ有利。
よし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 。で、防御。ナイス。痛い。あ、負けた。危ない。危ない、危ない、危ない。最終的に勝てば、コインの効果は発動しないからな。じゃあ、スキルの効果は発動せんからな。よし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 。あ、やばい。17はまずい。あ、まずい、まずい、まずい。あ、まずい、まずい、まずい。思いっきり混乱する、これ。あ、よかった。1回攻撃か。危ねえ。よし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 。30を維持しろ。30を維持しろ、シンクレア。よいしょー、危ねー、ビクトリー。あ、やったぜ。シベニーロの盾紙、色欲属性のスキルを持つ囚人にのみ適用。このターンに被弾しなかった場合、次のターンにクイックに守護増加2、被弾した場合は束縛2、攻撃力増加に。いいじゃない、いいじゃない、とてもいいじゃない。おー、やったぜやったぜ。またとある印がもらえた。じゃあチェックポイントにもついたし、タイミングいいから今回はここまでにしよっか。次回これの続きやっていくんで、よかったらまた見に来てください。面白かったらでいいんで、チャンネル登録と高評価を押して応援していただけると嬉しいです。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。